はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはですね、こちらです。バシーン。セブンイレブンさんのセブン&アイ、メープル味わうホイップデニッシュ、135円。ね、私の好きな系でございます。おっと、もうすでにですね、このメープルが、自己主張ですね、しております。ここに。もうバンバンバンって感じですよね出てきたみたいなね。さあ出ておいで。出てきた。あれ、あ、また逆さまなって、あ、逆さまになっちゃってるからですね。この中ってね、くるっとね、おー、めちゃくちゃうまそうですね。どうしましょうか、これは一体。この粉がですね、パラッとね、落ちそうなんで、ちょっと石を下に用意してですね、あわよくば、不時着してください、こちらに。いただきます。うまっ。うまっ。間違いないね。もうね、メープル、うまい。メープル、なくてもうまいですけど、ね、あってなおうまいって感じですかね。で、結構ホイップクリームですね、結構ぎっしり贅沢にふんだんにですね入ってますね。で、周りのこのシュガーパウダーもうまいしね、これちょっと完璧すぎるぐらい完璧ですね。もう間違いないですね。何？メープル味わうホイップデニッシュ。ああ、なるほどね。クロワッサン的なんですけど、デニッシュとクロワッサンの違いはちょっとわかりませんけどね。うまいです。うまい。もう甘いもの好きな方、ね。もう、見てくださってると思いますけど、間違いないでございます。まだ食べてなかったら、ぜひね、食べてみてください。ということで、今日ご紹介いたしました、セブンイレブンさんのセブン&アイ、メープル味わうホイップデニッシュ135円でございました。ありがとうございました。Yeah.